明日はねちょっと鉄のあるかはできないんだけど、鉄の次の日とかねできたら嬉しいなと思ってるので、ちょっと今日はお言葉だけ失礼します。こんばんは。お、アーカイブで生誕祭見ました、ありがとね。ちなみにまだ自分では見てないのでドキドキです。はい、仮眠は1時間で起きれた。何時に寝たか覚えてなくてそう、何時に寝たか覚えてないんですけど、何時に寝ました。ちなみに7時に起きたので、6時に寝てたら1時間のなんか夕寝みたいな成功なんですけど。あ、おしちかかたんギフトありがとう。何時に寝たんだろう。16時に寝たの？ 3 時間も寝てます3時間も寝てますわ。あれれあれれれれ、7時に起きちゃった。そう、7時に起きて1時間ね、ちゃんとなんだっけ、ちゃんと1時間設定したんだけどね、目覚まし。3時間も寝たんだ、そりゃ元気だわまあ1時間だけ寝ようと思って、まあでも1時間じゃちょっと足りないだろうなと思ったけど、まあ本当になんか最近やりたいことやれてなさすぎてそう、もう時の、流れみたいに身を任せすぎて、なんか、あ、守りたいこの笑顔ありがとう。そう、なんか最近なんかやりたいと思ってることやれてないなと思ったから、ちゃんとやろうと思ったんだけど寝ちゃいましたやっぱ伊藤さん睡眠力には勝てずですね、残念1時間が3時間になってしまいました。なんか朗読劇のブログカクカク詐欺しててずっと書いてなくて、そんなんやってたら生誕祭のブログも書きたくいし、そうハマっちゃったでも絶対に書きたい、どっちもから書くね、待っててだいぶ待たせてると思うけど、もうちょい待ちて。あ、そう、しれっとね、しれっとじゃないか、がっつりか発表がありました。16周年ライブコンサート、皆さんも申し込みは終わってますか。3日間ですよ、 3 days です。夜ご飯は食べましたよ、白米と、あ、今日白米食べてないから白米食べようと思って白米食べたんだけど、夜ご飯に食べたわ、朝昼兼用で。しまった、しまった、しまった。ダメ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 よ、ダメよ、ダメダメ、マジでダメよ、ダメダメ。はい、無事終わりました、すいませんね家庭内事情なのですいません夏休みですね、はい、夏休みです、はい、夏休み感じていただきましたかね今ので何の話したか覚えてないわ。あ、そう、今日ペッパーランチ食べたんよ、朝昼兼用ご飯で。すごいよね、一食目がペッパーランチってなかなかすごいよね。そう、うわっと思って、久しぶりに食べたと思って食べたんですよ。めちゃめちゃ白米食べてたわ。あの、寝たから全部記憶吹っ飛んでた。しまった、しまった。
じゃあ今日めっちゃ炭水化物取っちゃった。明日は今日取ったから明日取らんとことかは無理だからしょうがないよね、しょうがないよねで終わらしとこ。ひまわりカーマにとっても似合ってました。ありがとう。もうみんながミキに似合うのを作ってくれたから何似合うんだよ。ありがとうね。めーちゃ可愛い、めーちゃ可愛かった。本当に本当にめーちゃ可愛かったやっぱ改めて生誕祭でひまわり自分本当に好きなんだなって実感するし、今年が一番レベルになんか本当にひまわり似合うねってめっちゃ褒められて、褒められたっていうかいっぱい声かけてくださって先輩とか本当に嬉しかった。なんか本当にひまわりイコール伊藤美希みたいなイメージがみんなの中についてきたのかなと思うとすごい嬉しい。とっても生誕祭外れたから明日鉄の海奥でおめでとう言う。おお待ってるね。生誕祭入ってほしかったけど外れちゃったのはしょうがない明日鉄で待ってるね。明日の髪型何にしようかな。ハーフツインとかしとくしとくとか言ってハーフツインとかしとく。ミレイがさセーラームーン最近やってるじゃん。ミレイののセーラームーン好きすぎてやりたいんだけど、セーラームーンやろうかな。セーラームーンします明日急に気が向いたら明日、明日気が向いたらセーラームーンします。ミレイが最近やってるやつ、サマステとかで可愛いやつ。そう生誕祭でいただいた花冠ね、なんだっけ、トーク会でちゃんとつけるっていうか皆さんにお披露目しに行くので可愛いでしょうって待ってます。今日ちょうど宣伝したかな X で。あインスタでもしたい、明日しようあ今日覚えてたらしよう、今日か明日インスタの方でもします。ミレータの手紙とミキさんのスピーチは泣きました。いや危なかったね、本当に本当に危なかったよ。ミレーの手紙さすがに本当にこぼれ落ちそうなぐらい目が水でいっぱいいっぱいだった。危なかったね。やっぱ最後のステージって言われちゃうとどうしても来ちゃうものがあるよね本当に。いやでもなんかまだ立てるって思っちゃうんだよね、どうしても実感が湧かなくて。どうしてもいや本当に嬉しかった。ミレイからのお手紙ここにありますよ。じゃん、ミレイからのお手紙。ミレイって感じの字でまたいいわ。いいいいいいよ。さっき奥さんとアーカイブ見て2人で号泣してた。あー嬉しい、ありがとう。奥さんと会いに来てよかったよっていっぱい褒めて初めてのミキさんの生誕祭楽しかった。意外初めてなんだ、なんか何回目そうかなのに嬉しい。でもやっとデビューだね、ミキちゃん生誕デビュー。今日は夜寝れる余裕余裕。でもこのあと明日の鉄棒の練習もしたいから、まあまあまあ必然的に遅くはなるかな。なんかすごい久しぶりな感じがするんだけど、鉄菜いつぶりなんだろう。あ10期の鉄菜ぶりってことは1週間以上空いてるんかな。おめでとう、一番後ろからだったけど声出し頑張ってよ、楽しかった。ああ楽しかったっけって嬉しい。いや本当に何だろう、今年は今年はっていうかいつも本当に生誕祭特にミキちゃんコールがすごいんですけど、今年は歴代で一番って言っていいぐらい本当にミキちゃんコールがすごくて
めっちゃ嬉しかった。なんか毎回の公演でこれ聞きたいなって思っちゃうぐらい本当にすごくてめっちゃ嬉しかった。やっぱコールって本当に自分の力になるんだなと思ってすごい嬉しかったです。本当に歴代ナンバーワンでした本当にみんなにナンバーワンをプレゼントしたい。お、明日公演入ります、夜待ってます、待ってます。生誕祭は K2 メンバーからミキちゃんが愛されてるのが伝わってきて嬉しかったな。いや本当になんか生誕祭で、あ、このメンバーはこんな風にミキのことを思ってくれてたんだっていうことも知れてなんか嬉しかったです。そういう風に思ってくれてたんだと思って、なんかやっぱ生誕祭ってさ、そのメンバーがやっぱフューチャーされるからさ、なんかいろいろその場でねエピソードがあったりするじゃん。あ、そんなところ見てくれてたんだとか、そのところ知ってくれてて、そんな風に思ってくれてたんだってすごい節々に思ってすごい嬉しかったです。うん、生誕祭残念ながら当たらなかったから明日の手伝いでおめでとう言います。嬉しい、待ってるね。手伝いですぐに会おうね。久しぶりに公演リアタイしました。生誕祭ニコニコでよかったです。もちニコニコではもう幸せすぎた、普通に普通に本当にみんなからの愛をたくさんたくさんもらいすぎてにっこりだよね。ツインテール可愛かったです、ありがとう。いやミオにも言われたんだけど、もう4年やってきて4年目にしてツインテールハマることなんてなかなかないよねみたいなそう、人生何があるか分かんないんで喋ってて、いや本当にそう、人生何があるか分かんないとか急に深い話になって、うわ危な、あそう亀戸籍もあるんだよね、楽しみ。今のところだったらツインテールで行きそうな予感最近ツインテールハマってるからたくさんツインテールしそうな予感です。深夜に寝落ちした後に 3days 申し込みした、宿も予約した、お完璧完璧じゃん。周年付近にまたユニバ旅行が、あれミキたちいつ行けるんだろうでもねユニバじゃないけどミオちゃんとのちょっとプチ旅行みたいなの予定は近々あるのでお楽しみに。どこ行こう行き先決まってんのにやりたいこと決まってないっていう、調べよっと。ひまわりが世界一似合うアイドルミキティア、嬉しい、そうなるようになりたいな。ひまわりが世界一似合うアイドル目指します立刊美容にゴールテープ持ってもらってのゴールは期待通りでよかった。え、あれね動画バージョンもあって、動画バージョンめちゃめちゃお気に入りだからバブルに送るか、あの X に乗っけるかでめっちゃ悩んでて、バブルに乗っけちゃうとリカとミオのファンの方が見れないなっていうけど、本当にシュールすぎてなんか X に乗っけれない気持ちもあってめっちゃ悩んでんの今。先行公開とかにしようかな、バブル先行公開にしてからの X に乗っけようかな。なんかもう本当に動画バージョンがあるの、あのブーメランじゃなくてね、動画バージョンがあるんだけど、いや本当にシュールすぎて、そう、オーシュールなんだよね。まあなんかもうヘラヘラしてんの、シュールすぎて自分ヘラヘラしてんのに、あの結構リカとミオが真面目な顔してて、それもまた面白くて一旦バブルに送ろうかな、
で、後ほど世の中に公開しようかな。いや本当はバブルだけに収めたいんだけど、リカとミオも映ってるから、その2人のファンにも、ファンの方にも見てもらいたくて。そうなんかね、本当にシュールなの。もうシュールしか言えない。もうじわじわくる。あれブーメランはなんかさ、時間短いからさ、なんかいい感じに収まってるけど、なんか動画はなんかシュールで面白いな。あれなんかね、何回も見て笑っちゃう本当に。プチカフェドリンクいつ出た？世の中に。見てないぞミキ X で。まだ、え、出てた？そうこの前試飲したばっかりで、いや本当に生誕祭の日に試飲したんよ。もう急に連絡来て、すいません試飲入りましたみたいな。あだよねみたいな。ミキもう今年ないかと思って焦ってたんよ。この前ショールームで喋ってたけど、そうえー、と思って。よかった。見た？めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛くない？2回言う。めっちゃ可愛くない？あれめっちゃお気に入りなんだけど。じゃあもうインスタとか X で出していいってことね。出しちゃおう。いつからなんだろう。23日かな。あ、明後日や。明日鉄の入ります。え、こんなさキンキンで連チャンで入るの珍しくない？嬉しい。愛知にいるのずっと。月に変わってもしかしたらお仕置きしちゃうかも。もしかしたら。じゃあ自分はタキシードカメになります。めっちゃいいじゃん。めっちゃおもろい。めっちゃいいじゃん。いいよいいよ。セーラームーンになろうかな。見れた外公園出るとお揃いなことが多くて、最近姉妹感出てると思った。あのさ、いいねのスクショが流れてきたんですけど、にじむ言葉を書き分けて、君と飲み干した思い出はいつか私を潤すののところ、ここのスクショが回ってきたんですけど、ハッシュタグで見てたらね、もう姉妹超えて双子だった。しかもミキもミレイも左の顔が好きだから、ちょっと左が前に出てて、で角度とか手の感じとかも、顔の角度、マイクの持ち方とか全部含め一緒すぎて、双子だった。姉妹超えて、これ見てほしい。映像はちょっとわからん、双子感ないかも。映像はちょっとまだ見えてないから。でもスクショがもう姉妹超えて双子すぎて、ミレイに今度見せようと思う。会った時ね、これさ双子すぎないって。ちょっとね見てほしい。映像はごめん本当に分かんない。映像で見たらもう全然ちゃうやんみたいになるかもしれないけど、スクショ回ってきたスクショはもうめちゃめちゃ双子すぎて保存してしまいました。本当に保存してしまいました。ミキ AKB さんのひまわりやりたいんだよね。地味にやったことなくて、めっちゃ好きなのに。風に揺れるひまわりは、あとお気に入り にも入れてるから聞き栓ではあるけど、歌ったことはない。カラオケとかでさっき投稿されたインスタ画像コメントつけてきました。ありがとう。見るね、コメントしっかり。そう、インスタをちょっと変えていこうと思って、ここでミッシャーの成長です。みんなのおかげで成長できた出来事なんですけど、だからみんなに伝えなきゃだね。これはミキちゃん変わりました。伊藤ミキちゃんは変わりました、みんなのおかげで。なんか本当にもう生誕祭でも話したように、みんなのおかげで本当に自己肯定感がぐんぐん上がってきてて、なんかインスタ、なんでミキがインスタああいう仕様かっていうと、パッてさ開いた時に顔がバーって並んでるじゃん。並んでる？並ぶじゃん、インスタって。ツイッターとか X ってさ、こうしないと
顔をなんていうの見れないというかさ、一気に顔ドスーンドスーンっていうかドドドドドみたいな待って擬音しかない、ミッションの顔ドドドドドみたいになることはないじゃんか。けどインスタって顔顔顔顔顔顔ってなるわけよ。そうで、それがしんどくて、そうからめっちゃ1枚目のフィルターをちょっと暗めにしたりとか、顔を並べないようにするとかっていう、自分がインスタのことを嫌いにならない努力をしてきたの今まで。そうこうやってパッてインスタ開けた時に自分の顔がバーって並んでたら本当にインスタ乗っける気なくなるから、まあ、そのでもインスタ好きだからし、みんなにも見てもらいたいし乗っけたいから、その続けるために自分のことを嫌いにならないようにちょっと1枚目の写真を暗くしたり、顔物顔物顔物みたいな順番に並べてきたんだけど、本当にやめます今日から今日からやめますということで、今日からやめました。やめますっていうよりかは、はい、1枚目全然普通ですけど統一感出すために軽くフィルターみたいなのを揃えたいので、これは普通にミキの趣味なんですけどだからこれから顔の投稿増えます顔の次が来たらいつも物でみんな顔じゃないかってなってたかもしれないんですけど、これから顔顔って連続投稿も全然ありえるです。はい、なのでっていう、みんなのおかげだよっていうことを伝えたくて、ありがとうございます。この成長はみんなのおかげです。これは本当にみんなのおかげでしかない。本当にありがとね。ミキがこんなにも心の成長ができたのはみんなのおかげです。本当に本当にありがとうなのでよかったらインスタのフォローもお待ちしてます。いつの間にかミキ呼びなのも結構来たね。そうそう、ジュッキね最近結構呼び捨てが多くて、ミキは全員呼び捨てしてます。あ、でもリーちゃんは最近リーちゃんにハマってるのにリーちゃんですリーちゃん、ミクル、ミオ、ミレ、カノンかな基本。あ、でも最近ミオも一周回ってミオちゃんになってきてますそう、最近リーちゃん、ミオちゃんみたいな感じになってますけど、ミキちゃんって呼ばれることはカノンしかないですえ、最後の曲でミレイちゃんが泣いてた、こっちもさえ泣きました。嘘、それは気づかなかった。僕らをつなぐまみ結構ミレイの隣なんだけど全然気づかなかったこれを飲めば君もキラキラアイドル。え、待って、カノンのこれアイコン、これ初めて見た、お年玉みたいなやつ、絶対カノンやん。例えば大事な人に託されたりは完璧に歌詞と合ってて美しくて切なかった。そう、ここは個人的にずっとなんていうの、時間がない公演初日というか出来上がる前からずっと大切な歌詞というか、やっぱルカさん、ルカ先輩って言いそうになった、間違いじゃないけどそう、ルカさんとの歌わりというか、ルカさんとのペアブリダンスでずっとなんて言うんだろうな、自分と大切なシーンなので、そこは公演の中で特にそこをミレイとね最後またやれて本当になんか人員できてましたけど、なんか幸せが勝ちすぎてめちゃニコニコしてたお返事で近くまで呼んだのに愛を感じましたそうね、やっぱりそこの場にいるからさ、やっぱ誰よりも近くでミレイには聞いてほしいな、喋りたいなと思ったので。けどお手紙ってさ本当に誰から来るか分かんないじゃん、から言葉用意してなくて、ミレイにでも用意してなかったけど、なんか急にあの生誕祭のシーンになった瞬間なんかめっちゃミレイっぽいなって急に思い出して、ミキ同期から誰ももらったことないから、同期から全然誰でもありえるわけじゃん、だから
あの本当に聖誕祭が本当に始まる寸前まで誰か分かんなかったんだけど、なんか急に始まりましたみたいな感じになった瞬間、あ待って、なんかめっちゃ未練な感じすると思って、未練のことがすごいバーってきて、めっちゃ未練っぽいと思ってで見てたらめっちゃ未練でそうで、でお返事できる時間もあるじゃん、スピーチ中に。そうだから、えしようと思って、でも自分のスピーチ考えるのに必死すぎて、ミレーのスピーチっていうかお返事は、そりゃさ、なんてお手紙もらえるって確信してるわけじゃないから、そうちゃんと考えてなかったけど、普段思ってることをがちゃんとあったから、そうちゃんと伝えれました。で、普段思ってる行動がバーって思ってることがバーって出て、そうまだまだ本当は喋りたかったんだけど、なんかミキとミレイの生誕祭みたいになりそうでそうけど、あんなにね、だから本当に考えてない言葉すぎて、なんていうの、みんなにちゃんと理解してもらえたか分かんないけど、伝わってたらいいなって思います。本当にそう、ミレイとの最後の公演とミキの生誕が被ったのが本当に奇跡すぎて、ちょっと自分の生誕だからいっかみたいな感じで、もうちょっと好きなように喋っちゃった。ミレイのこと呼んじゃったりとか、ミレイのことをたくさん話したりとか、自分の好きなように生誕祭をしてしまいましたそう、本当にその公演はミレイといっぱい牛したいい公演でもいっぱい牛したけど、それ以上に K2 はやっぱポジションも近いってこともあっていっぱい牛しちゃった。本当にそれまでは、生誕祭始まるまで本当に誰か分かんなかったし、予想もあんましてなかったんだけど、誰からでも嬉しいやん手紙、自分のことを思ってさ、自分のことを書いてくれてるわけだから、誰からでも嬉しいから、あんま予想しないっていうか、そうからあんまり、なんて言うんだろうな、その手紙について、なんて言うんだろうな、え誰だろう誰だろうってなったわけじゃないから、誰からでも嬉しすぎて、けどなんか始まった瞬間に急になんかミレイがよぎったっていうか、えめっちゃミレイみたいな感じ思って、パッて見たら、わあめっちゃミレイっぽいわと思ってミレイのこと見てた。今回は何事もアクシデントなくみんな来れる状況で良かったんじゃないかな。いやそれはそう、もう本当にね、めっちゃそれ思うリカとも喋ったんよ。いや思い出すよね、ミキの生誕みたいな、で本当に無事にやってほしいみたいな、新幹線事件があったから、そう遅延かな、ウィーアーの時。いやあれも忘れられないよ、あの生誕もなかなかフ個人的にミズノアイリちゃんがミキティアンを褒めてるのがとても嬉しかった。なぜだか嬉しかった。いやミキもめちゃめちゃ嬉しいよ、だってあんなさ素敵で素敵で素敵で素敵な大先輩アイドル先輩にさ、あんなに褒めてもらって、しかも尊敬なんて言葉もらっちゃってさ、そんなね本当に嬉しいことないですよ。こんなこっちがもう尊敬しかないです、本当に。立ち見だったけど最高に楽しかった。なんか立ち見珍しくなかった？なんか違和感を覚えた立ち見にえと思って、なんか別人に見えたぐらい立ち見に違和感を覚えたけど、あんま立ち見のイメージなくて。あと最後に東京マラソンリベンジ宣言聞けて嬉しかった。そう本当はスピーチに喋る予定だったんだけど、ぶっ飛んでて、その部分が。そうスポーツのお話の時に、東京マラソンフルマラソンリベンジしたいですっていう話とか、他にも喋ることあったんだけど、そのスポーツお仕事関連でめっちゃぶっ飛んでて、最後のお見送りっていうか、お見送りじゃないな、ありがとうございましたで最後はける前にバイバイってするやん。その時待って、なんか忘れてると思って、うわマラソン言ってないと思って、で急いで言ったあの場で、でみんなが引き寄せてくれてよかった、あそこあそこに。じゃなかったもん、はけるしかないからさそう
ありがとうね、呼んでくれて。本当にめちゃめちゃ言い忘れてた。自分もあの生誕祭であんなスピーチ、あのスピーチの時間にバーンってさ、ほぼ止まることなくスラスラ喋れたから、もう全て言い切ったみたいな気でおったら、あれなんか言ってないぞと思って。そうで、その多分ね、他にも言い忘れたところがあると思うので、その部分をブログで補おうと思ってるので、絶対ブログ読んでください。まだ書いてないんですけど今年も生誕入れてよかった、素敵すぎた。ずっとずっと入ってね、来年も再来年も。アーカイブで生誕見直したけど、ユニット以外で紫サイ振ってる人多くてよかった。いや本当に全てを含めてなんか毎年更新されてくんだけど、今年がやっぱ一番良かった。毎年いいけど今年が一番良かったよ、みんなサイリウムも本当にみんな一生紫振ってくれるし、コールもめっちゃすごいし、なんか本当にみんなからの愛も今年が一番多かったし、なんか毎年毎年その愛が更新されてめっちゃ嬉しかった。ウィードントのミオさんとのわちゃわちゃも可愛かったです。あ、ミオがブログで書いてましたね、ウィードントおすすめです、ニサビって。ミオちゃんもおすすめしてるので、ぜひ皆さん見ましょうねミキまだ見てないですけど。自己紹介のミーハート木の文字はどうだった？いや本当に見えなかった本当に見えなくてショックだった。もう分かってあげたい気持ちがめちゃめちゃあるし、ミキが3人 MC で言ったから本当にあれなんだけど、なんだろうね、紫が薄かったのかな、字が。なんだろう、けどみんなのその気持ちを受け取りしたいし、ミキもその感謝の気持ちを伝えたいからあれなんだけど、本当に見えなくて本当に焦ったなんであんな見えなかったんだろう、照明の問題かな、なんだろう、なんだろうね。でも本当に思いは伝わったよ、本当にありがとうね。でも分かんない、あれは改善点が分かりませんどうしていいか分からないです。でも本当にありがとう、めちゃめちゃ嬉しかった。あれをしてくれた嬉しさっていうよりかは、あれを覚えててそれを実行してくれた嬉しさが一番大きかったですね、ミキ的には。スピーチ見守るゆきちゃんの姿がママみたいでした。いやー本当にね、ゆきさんに花冠つけていただけて本当に幸せでしたゆきさん大好きなので。いや本当に大富豪のご褒美遊園地はいつになるんだろうね。ドリンク詳細また告知します、私から、私の方から。あーユニバオールナイトね、すごー、ミキ無理や怖くて無理、全然無理。オールナイト、でもオールナイトには惹かれるよ、一日中入れるっていう、それはすごい惹かれるんですけど、怖くて無理です。え、怖い、怖いだよね。23から26までだって、プチカフェ一瞬じゃんみんな、絶対飲んでねしかもサインもちゃんと入れたので、サイン入りコースターもゲットしてほしいところです。コースター出るまで借ります、いいね、いい心意気ミキちゃんファンみんなキラキラで慣れちゃう、そうあれ飲んだらね多分なっちゃうと思うんだよねだから飲みましょう。一週遅れのお盆休みで愛知滞在しています。やっぱそうだよね、珍しいと思って愛知こんなにいるの、いいね。
そのお盆休みにその、ね、1週間の間にミキに2日間も使おうと思ってくれるのがめちゃめちゃ嬉しい。最高のお盆休みにしようね。自分はセーラームーンに憧れてました。ミキね、ちっちゃい時ねセーラームーンアニメの方じゃなくて人間バーの方をよく見てた。伝わる？人間バーの方よく見てた。風に揺れるひまわりは。でもミキね、 T シャツズボンがあんま似合わないだよね。あの私服で着るとてか半袖が似合わないって言われるんだミキ。そうだからひまわりの衣装ね似合うか分かんないけど、あの本当になんだろうね、やっぱ人には似合う似合わないあると思うんですけど、ミキは半袖の T シャツがめちゃめちゃ似合わないことが多いんですよね。だから似合わないっていうか長袖が似合うっぽくて、そう多分体型的か顔のあれか分かんないけど、そう半袖着るとねミオに似合わないって言われる。似合わないっていうか違和感って言われる。鼻かんつけて髪型整えてもらってるミキちゃんの後ろ姿が最高に可愛すぎてずっともだえてた。これなんて読むの。モダイルで合ってる。でも一回まだ出来上がってないのに前向いちゃった時はあわあわってなった。そうインスタアップデートしようしちゃった。アップデートしよ、アップデートしたって感じ。だからこれからねインスタのあの使用もしよう、インスタの投稿も楽しみに待っててください。そう本当に最近やることやってなさすぎて、そのリールも全く作れてないので。リールも作ります、ちゃんとひまわり畑のね、ちゃんとあげますよ、待っててください。娘がミキティアンのインスタを必ずチェックしてて友達にも見せてるらしい。ありがとう、友達受けすごいいいって。ありがとうね、お友達もお娘さんも。みんなのためにたくさん投稿するで。そうミキのインスタの裏側にはそんな理由があったんです。そうそんな理由があったんですよ。でもこの考えを覆してくれたのは間違いなくミキちゃんです。間違えた。あのものすごい間違いをしてしまいました。今大恥ずかしいです。いや間違いなくみんなです。やばすぎない今の間違い方、びっくりなんだけど。怖っ。これは理由があります。あのミキさんの美女ほんと最高にカワチカワチだからねっていうコメントを読みながら喋ってたらミキちゃんですって言ってしまいました。しかも結構強めに、びっくり、こわこわ。ここまでいい話来たかと思ったら急に自己肯定感の塊みたいな発言出てきた今。びっくりしちゃった今、びっくり。ということでみんなです。自己肯定感爆上げどころか突っ走っちゃってるもん今の。そうだよ、みんなはミキティアン自己肯定感爆上げ委員会のみんなだからね。あのリーちゃん呼びしてるの多分ミキとミオだけだよね。ミオちゃんのミキティアンのティアン協調可愛かった。そうあの子ね、ミキ気づかなかった。ミオちゃん一生ミキの司会してるんだね。なんかもう慣れすぎてなんだよね多分その状況に。なんも思ってなかった、もうえまたミオやみたいなこと一切思ってなくて、多分それが普通すぎて毎年司会やってるの気づかなかった。ちょっとここまで来たら
卒業までやってほしいなっていう気持ちあるけど、司会やると多分手紙書けないじゃんからね、あれだけど、ちょっともしミオが手紙の時は司会もやってほしい。ここまで来たら、わかる、ここまで来たらもう一生やってほしくない？だから手紙、いつか絶対ミオを手紙書くんや、ミキに。まだもらったことないけど、その時も司会やってほしい。そう、糸ミキ専用でいいよ、あの子、あの子とか言って。司会は見よったなと思ってたの？うん、それも特に何も予想してなかった。誰がやってくれてもやっぱ嬉しいから。そう、司会は誰々かなとか、手紙は誰々かなとか、ケーキは誰々かなとか予想するメンバー結構多いと思うんだけど、全然何もそういう予想しないタイプなんだよ私。本当に誰でも、いい意味で誰でも良すぎて、誰でも嬉しいじゃん。だって同じチームのメンバー、チームのことみんな好きなわけだから、誰がやってくれても嬉しいからさ、だから特に予想はしてなかったですね。鉄男見て惚れました。今日も綺麗ですね。嬉しい。明日の鉄男も出るけど、どう？来てくれる？また絶対見に来てね。まだ伝え忘れてること残ってない？いや、ありそうだから、あの一応スピーチメモみたいなのあるんよ。こういうの喋りたいなみたいな、ちゃんとそれでメモ作ってからスピーチは挑んだので、それ見ながらブログもう一回書きたいと思います。生誕祭行けなかったけど、お誕生日とてもおめでとうございました。思った、いなかった、いると思ったのになかった。許さないぞ。許さないぞ。生誕間違えた。東京マラソンからもうすぐ半年。嘘、もっと前のことに感じちゃう。逆になんかもうすごい記憶すぎて、東京マラソン、フルマラソンっていうのが自分の中で本当にめちゃめちゃ大きかったから、21歳の1年で、もっと前に感じちゃう。骨折の話はどこかでかしなかった？嘘、してた？してた？みんな知ってた？嘘、してないと思ったんだけど、知ってた、あれで知ってた。うちわにプラスしてボードも生誕向けに作成してみたが、どう見えた？めっちゃ見えた。ありがとうね、嬉しいよ、そうやって作ってくれるの。そう、多分ね、照明の関係でね、真っ白だったの。そうけどね、本当にあの企画をやろうって思ってくれて、いろいろ考えてやってくれたのがすごく嬉しかった。いろいろ準備してくれたんだよね、ありがとうね。
いや、ミレの転生さすがに天使だったよね。リアルエンジェルでした。リハから見てたんだけど、リハからちょっと目線とかいただいちゃって幸せでした。セーラージュピター推しでした。ね、ミキはね、黄色の子、あれ黄色の子、あれセーラームーンって紫いないっけ。紫いなくない。ミキ紫いたら絶対紫好きになってるもん。あれミキセーラームーン黄色の子のイメージだけど、黄色の子まず全然出てこないや。でもまあ総じてアンコール、アンコールじゃないわ、総じてセラムン好きです。生誕でミキさんのお水レターは嬉しかった。さすがに運命すぎてるね、あれは。鼻かんつけてるゆきちゃんとの姉妹感が素敵でした。あんなねお姉さんいたらもう最高で幸せで毎日楽しいよね。はい、伊藤美希生誕祭専属 MC でいいです。西井さんはミオの生誕の鹿もミキやったことあるよ。けど毎回毎年でもミキ手紙もやったことあるから多分毎年ではないと思う。いや司会かつ手紙やったらさ異例でめっちゃ良くない？ミオちゃんいつか手紙書くときは司会もやってくださいね。西井さんめっちゃおもろくない？普通に じゃあ手紙読んでくれる人はーいとか言って自分でやったらめっちゃおもろいやん。みおちゃんの手紙は最後まで取っておこう。いや何回も欲しいし何回でもいいから最後まで取っときたくないかな。何回ももらっても何回もらっても嬉しいのでね。ミレイちゃんお手紙最後のミレイ応援隊、ん？ミレイ応援隊じゃないわ、ミキ応援隊のミレイよりは FC 岐阜応援隊副隊長にかけていて売るとして、あ、そうなの？かけてたの？それ普通にシンプルにミキのこと応援してるよの意味じゃなくてFC 岐阜にかけてたの？それは初知りだわ。本当に？本当に言ってる？それ。いやでもさすがに可愛すぎたよね、そのミキ応援隊のミレイ。そんなん出てきますか？出てきません。私はそんな可愛い発言は本当にあの子ねどこまででも可愛くて本当に頭抱える。お手紙読んでくれる人はいって自分で手挙げながら見てみたいでしょ。ミキを見たい。生誕は行けなかったけど誕生日当日の手伝いたので許してください。いいですよ。けど来年は来てくださいね。ミキちゃんの出る制服の目に行くのが今の目標。嬉しい目標。9月も出ますよ。はい、まだ発表されてないと思うんですけど9月出ますので9月
月待ってますけど、9月はね多分なんか少なそうなので、多分公演自体あの一発一発に結構本気でかけてきてくれて嬉しいです。あ、そう、多分携帯ね落としたことは言ったんだけど、多分その日に携帯落としたその日にメール送ったんよ多分ミキ。痛いみたいな、痛いまで送ったけど、多分ね骨折は多分言ったらいろいろ問題が起きるので、ちょっと活動やめてくださいみたいな、ちょっと自粛してくださいみたいに言われると思ったから、ファンの方にも言ってないはず。もうねパンパンに腫れたよ。もう大紫だった小指。生誕祭仕事で行けませんでしたね。いなかったね。お仕事お疲れ様だよ。来年こそは待ってる。でも東京マラソンも今回本当にいろんな縁とかいろんなタイミングがいろいろ重なって出れたので、そう、もしかしたら今年出たいとは言ったけど、リベンジしたいとは言ったけど出れるか分かんないのでって感じです。なのでみんなそれは頭に入れといてください。ミキはめっちゃ出たいしめっちゃリベンジしたいって気持ちあるけど、本当にこのなんていうの、マラソン出れたの本当にいろんな縁といろんなタイミング重なってのことだったので、本当に偶然というか運命というか、なので今年絶対走れるかって言われたらそうではないので、正直そう。なのでいろんなまたご縁があったら走りたいなって思います。西井美代さんの手紙ってどうなんだろう、苦手そうなイメージ。多分ね、美代って手紙書いたことある、誰かに。初めてじゃない、ないんかなね。でもその多分苦手だと思うんだけど美代、けどそんな中自分の思いを伝えようと書いてくれたらめっちゃ嬉しいよね。ね、ミキもミオない気がする、手紙。お、すごい、お見送りの写真のポーズはミキ応援隊。そう、ミレイが手紙でミキ応援隊みたいな言ってくれたから、じゃあ応援隊のポーズしようって言って応援隊のポーズしてくれた。そう、多分ね9月はね周年のリハが多分いっぱい詰まってて公演少なくなりそうな予感なんだよね。なので皆さん9月は発表されたらすぐ来てください。まだあるかなとか思いつつないので、その一回一回来てください。名古屋ウィメンズよりは東京マラソン、そう、それもいろんな縁とタイミングがあっての東京マラソンだったので、本当に東京マラソン走ったのは意図的っていうよりか本当に偶然なので、そう、本当にやっぱ自分は運で生きてるなって感じです。そう、まずは青インクを買いに行きましょう。青いインクを
なんだっけ、カーキー、あれ、青いインクを選んだわけはだ、青空が好きだあって君が言ってたから。9月不思議もあるかな、あると思う。いつか忘れたけど確かあった気がする。確か卒業する時の手紙はみきちゃんに書いてもらうからってみおちゃん話してた記憶。いついつけど、この前生誕の日も言ってくれた気がする。卒業するときはミキがいいなーって言って、そりゃそうでしょって言ったミキでしょそりゃって言って、ミキだけではないと思うけどミキはそのうちの一人だと思うよって勝手にも喋ってた勝手に決めるっていう、運イコール実力だよね。運も実力に落ちていますからね。あ、コメント追いついた。ちょうど1時間だね。1時間でみんなのコメントを読み切りました。ありがとね、たくさん送ってくれて、コメントもギフトも全部ありがとね。ありがとうございます、遅くまで見てくれて。ということでランキング見ます。13位キラリンビーム、12位ネイノ、11位レオ香港、10位タカヒロ、9位ニャオタン、8位マサーズ、7位ルイボー、6位池田、5位カツボン、4位モス、3位ヒロシ、2位神鉄、1位ドアランチョス。ありがとう、みんなありがとね。とってももう一昨日のこととは信じられないレベル。いや本当にそう、なんか大きい一日ってさ、特に濃い一日っていうのめっちゃ昔のことに感じちゃうんだよね。ということで明日は鉄ナなのでみんな鉄ナ見てください。もしかしたらセーラームーンするかもですほんで次の日花冠をちゃんと持って帰ってこれたらショールーム配信できたらしたいなと思ってるけど、ちょっとわかんない、スケジュールが自分で把握できてないので。明日が手伝ったことしか把握できてないので、のでまた次の配信で会いましょう。手伝か明日の手伝で会いましょう。おやすみ、またね、見てくれてありがとね。おやすみ、またね。